私がユダヤ人だったら結婚してくれた？なんて馬鹿げたこと。本当に家族の物語なので、1899年から1955年までのある、まあ、ユダヤ人一家の家族の物語とその歴史みたいなものが書かれていて、アウシュビッツっていうのはもちろん避けては通れないといいますか、絶対そこに存在していたものなんですけれども、ただただユダヤ民族に起こった悲劇を書いているものでは全然なくって、その中で生きてきた家族の姿を通しながら過去っていうものが地続きにつながっているんだっていうことをすごく感じさせてもらえる物語だなと思ってます。夜が訪れる頃、王様は立ち止まり辺りを見回すと、汚い儲けで食ってるユダヤ、お前たちの作った軍服で兵隊は死ぬんだからな。子供たちのやり取りとかっていうのはすごく微笑ましかったり、クスッと笑えたりとか、ある意味とってもストレートなコメディックなモーメントっていうのもたくさんあるシーンになってますね、はい、前とか先を見ていくってことはとても大事なんですけれども、それと同時に今はやっぱ過去とか歴史の常に一部なんだというか、地続きに過去からつながってきてるんだっていうことを知ることで、未来に対して渡せるものというものが少しでもいいものになる可能性はあるのかもしれないなというふうに思ったので。残念ですよ、エルマ。何もかも残念です。一族のビジネスのことを。お前たちは行けるうちに行くな。ちょっとこう疑似体験してるみたいな感覚っていうのはすごくこう感じるんじゃないかなって思います。